なんか今、東和ビルで、その男の人が飛び降りたそうですね。それでまあ命を落としたらしいんですけど、まあ、おそらくホストとかさ、まあそういうことかなと思うんだけど、まあ歌舞伎町のさ、このホストキャバクラとかさ、全部なくなった方がいいと思うんだよね。社会のため、世の中のためを考えると。本当はなんか不衛法でなんか深夜の何時から何時までやっちゃいけないとかあるんだけど、守ってないでしょ。 コロナの時にさ、一気にさ、そのコロナが故にさ、あの、潰したかったんだよね。あの、都の方は、歌舞伎町のキャバクラホストを。でもね、見事に今、元気にやってるしね。それかさ、その、金額の制限決めるかとかね、その一人いくらまでとか、その法律でね、あの、天井じゃん、その、使う額はさ、もうシャンパンタワーとかさ、 限ない人は比べたがる人もいるわけじゃん。頭のおかしい、判断能力のないお客さんの、ね、女の子とか,か。バンバンね、その、ホストで使うバンバン整形するわってさ、ほんとこれ良くないよねって思うんだよね。もちろんさ、そういう人たちって稼ぎ方もさ、パパ活とかさ、援助交際的なこととか、立ちんぼとかさ、風俗とか、良くない稼ぎ方をして、良くない使い方をして、良くないライフスタイル。 なんかついことないとな思うんだ,よ、ね、だから、ローランドがああやってさ、もと生やされてるっつうかさ、評価されてる今のこの日本っておかしいと思うんだよね。ローランドはあの恥ずかしい人間ですってさ、もっと声を大にして言った方がいいと思うんだよね。ホストとか盛り上げちゃってるわけじゃん。なんか帝国ホテルみたいなさ、一流のサービスをしているみたいな、なんか勘違いさせてるけどさ、実際中には健全にやってる人もいるのかもしんないけど、でもそうじゃない、こういう自殺だの、なんだろうって、ほうが。 圧倒的に多くこのギスギス、ドロドロした世界っていうのはさ、撲滅した方がいいのかなって思いね、スナックみたいなさ、ああいうね、あの、禁止症のスナックとかさ、ああいうノリになったらまだいいと思うんだけど、まあ、だからやっぱ上限を決めた方がいいと思うんだよね、一人使えるお金を、大きくお金を動かすと大きく人間が壊れると思うから、そういう法律化できればいいのになって思いますね。以上です。どうもありがとうございました。